おはようございます。若太郎です。今からね、都内にある MSI コンピュータージャパンさんに向かいたいと思います。打ち合わせです。行ってきます。どうも、ナレーションの若太郎でございます。ここはね、宇都宮っていう地域で餃子が有名なところだよ。はい、じゃあ今から新幹線に乗りたいと思います。無事切符買えたらいいな。行ってきます。階段きつい。駅の中に入るとこんな感じで、ものすごい大量の餃子がいっぱい売ってるんだよね。私食べたことない餃子あったよ。柚子味噌とか初めて知ったわ。 MSI さんのところにお邪魔するので、お土産選んでます。これめちゃめちゃ美味しいから、一人で一箱ペロッといけるよ。ここ宇都宮駅内のホーム、これ見ないと私もうどっか行っちゃう、北海道行っちゃう。ちなみにここは宇都宮駅の東口っていうところだね。東側になります。眺めるとこんな感じ。これ久々に新幹線の通過した音半端ないね。鼓膜破れるかと思ったよ。そして禁煙でございます。地獄。はい、はやぶさでございます。かっこいいね。いや、久々に新幹線乗ると楽しいね。やっぱ窓際が最高だわ。こんな感じで高い建物がどんどん増えてるね。めちゃめちゃ寒い。今カタローさん上野駅到着です。上野駅です。超寒いよ。だいたい駅の近くハトいるから、そのハト逃げないから、もう人慣れしてるんだよ。全然近づいても逃げる気配ゼロ。こっちに来るとそんなに寒くない。やっぱ上野あったかいね。全然寒くないや。ここはどこなんだ。ちょっと早く着きすぎたんでブラブラします。なんかすごい高い建物に入ってきた。なんかいっぱい売ってるよ。ちょっと見てみるね。ということで MSI コンピュータージャパンさんに到着しました。これから打ち合わせでございます。行ってきます。おやおや、向井太郎さん、打ち合わせが終わったと思ったらどこに行かれるんですか？秋葉原駅着きました。今から遊ぶよ。何見よっかな。地位がわからないからとりあえずブラブラしてきます。これ私テレビ見ないから全然わからなかったんだけど、これ2020年の東京オリンピックのマスコットキャラクターだったんだね。いやー、よ捨て人すぎるわ。テレビ見るマジンガー Z。 こんな感じでプラモデルがいっぱいあってね、もうすごい楽しい。すごい名前忘れた。やっぱり秋葉原って言ったら電気街だよね。 PC のグリスすごい売ってた。もう見るだけで楽しかったね。そしてこちらゲーミングノート PC だね。いやー、かっこいいでございますわ。続いてこちらがデスクトップ。いやー、 RGB やばいね。さすがゲーミング。もうこのケースやばいね。こちらはケーブルとかコネクターがすごい売ってた。すごい楽しかった、すごい楽しかった。で、私一番びっくりしたのが CPU クーラーがこういう風に展示されてるんだよね。箱から出てるのよ。これ良心的だよね。もちろんファンもこんな感じで展示されてるのよ。 RGB がどんな風に光るかっていうのを見せてくれてるの、もう最高だね。そしてケースもね、こういう風に、これ中古なんだけど実際に触ったり見たりすることができる。いいね、素晴らしい。ロジクールの製品だね。すごい種類、すごいね。こっちはスピーカーだね。すごい種類。これはマウスだね。キーボードもある。ほら、かわいい。ヘッドセットも置いてあるよ。ほら、すごい数だね。わー、ゲーミングキーボード、すごい量だよ。すごいね。いやー、楽しい、とっても楽しい。でね、地理が分かんなかったからブラブラ歩いてたら、ちょっと見覚えのある名前ばっかりが書いてあるお店見つけたので入ってみました。これパソコンなんだね。こんな感じでメーカー別にブースが設けられてて、いろんな味が出ててすっごい楽しかったよ。ゲーミングチェアも置いてあったよ。
ちょっと驚いたんだけど、サーマルテイクさんってゲーミングチェア出してたんだね。初めて知ってびっくりしちゃって見入っちゃったよ。っていうか分かんないぐらいお店が多いよ。何食べよっかな。あ、ゲームセンターある。ちょっとゲームセンター行く。ロックゴーレムがいる。じゃあ秋葉原ですか。可愛い女の子のフィギュアがいっぱいあるよ。すごいね。あー、お腹すいた。ご飯食べよう。ハンバーグ見つけた。ハンバーグ食べよ。ハンバーグ行こう。ハンバーグステーキ屋さんに来たよ。なんかこんな感じ。店員さんが今作ってくれてます。外国の方だね。あー、お腹すいた。あ、これビールだったらもう最高だったんだけど、帰り車だからこれ、うん、ジンジャーエールだね。ジンジャーエール。一人でこういうお店も全然余裕。満腹。はい、宇都宮に帰ってきました。すっかり夜になっちゃったよ。今からお家に帰ります。またね。ということで、無事お家に帰ることができました。ご視聴ありがとうございました。それではアディオス。